ょっと狭いですね、ちょっと、うん、やっぱあれをどかしたらいい、ちょっとこれどかします。ああはい、続いて2着目第2弾はい、はい、次はですね二方目何が出るかな、はい、はい、じゃじゃん、わかるかな、これはわかんないよね、この柄が映んないから、チェコのレインドロップでございます。ほうほう全然ほうレインドロップの模様が見えなくなって、いやいや見えるって、うっすらほら出てる出てる、だからなんかこうなんだろうな、よく見るとまだ柄も残ってるけど、パッと見はチャコールグレーぐらい、はい、ちょっと見える、はい、近くで、はい、あれ見たらいいんじゃない、はい、こんな感じです、うっすら映ってるかな、レインドロップカムが、はい、元はこちらですよね、はい、はいはい、これも、まあ、これもなんだろうな、真っ黒って感じじゃないよね、そうですね、これはどちらかというと結構チャコールグレーっぽいような感じの、これコットン 100% じゃなかったのかな、ですね、やっぱりこのコットンでもやっぱりこの素材によって染まり方っていうのが差があって、まあそうなんです、それが面白いところでもあって大変なところでね、あの染料 の, あの種類というか、うん、その同じ黒でもすごい混率とかっていうのの配合とかってさまざまあって、まあ、それによって同じ面でもですね染まり方っていうのは結構違うみたいです、まあ、これはこれで、まあ、なんていうか、もちろんこのレインドロップのカモフラっていうのはすごい人気のパターンで、まあ、特徴的なアイテムではあるんですけど、まあ、この形が好きだけどなんか迷彩以外の落ち着いた無地のカラーが欲しいなっていう方とかはこういったアイテムもいいんじゃないでしょうか、うん、これが、何枚ぐらい買ったのかな、さあどうだろうね、あけどちょっとこっちの方が黒い、まあ、やっぱりあのこれもですね、結局そのコントラクトのメーカーとかが同じアイテムでも様々あるので、まあ、その生産時期とか工場によってもですね、微妙にやっぱり使っている生地とか糸とかが違うっていうのもあるので、染まり方もやっぱり一点一点に差があるみたいです。味と捉えるかもともと超えた製品染めはですね、一点一点ムラがあったりとかサイズにばらつきが出るようなアイテムですので、はい、まあ、それを踏まえてですね、やっぱりこの風合いとして見ていただけるとちょっと嬉しいです。はい、まあ、こちらもですね、同じようにボタン掛けがないか、まあ、これと、ボタンが特徴的なことでもあるので、ちゃんと検品していきたいと思います。はい、はい、18 19 20 20、はい、ですね、チェコ軍の、レインドロップのコートはですね20枚今回入荷しました。あっという間ですね、これだ、はい、まあですね、これ、まあ、もちろんなくなったらですね、もともとのその染める前のものが入荷すればですね、黒染めっていうのも追加でどんどんかけてはいくんですけど、そうなんですよ、だからもうこの采配がね、またねこう腕の見せ所で、ああこれなくなってきたな、そろそろ出さないとなって言って定期的に黒染め追加出してるんで、再入荷ね、情報見たら分かると思うんですけど、はい、そうなんですよ、だから例で言うと、例の300日履いてるであろう M52、あれもですね、まあ、元々本来 の,、うん、カーキの色はですね、もちろん人気のアイテムなんですけど、まあ、やっぱりその中でですね、一部だけ黒染めにすると、あ、黒染めが欲しいですっていうような問い合わせがあったりとかしてですね、うん、なかなかちょっとご用意ができなかったりとかして、だから、まあ、あれを見極めるのは、これを見て完売だけど染める前のものがあるってことは再入荷あるかもっていうことが可能性が大なんで、そこら辺の問い合わせだったりとか、まあ、買いたかったけど買えなかったっていう人はまず染める前の元のページを見て販売中であれば再入荷の確率は大でございます、はい、まあ、ちょっとあれですね、テクニックの一つとして、そうそうそう、ちょっとクローズ目線、スタッフ目線ですけどね、これうちの購入慣れてる方はですね、そういった感じで予測してみて、あ、これもしかしてまだ在庫があるから次また黒染め来るんじゃねみたいな、そうやって見るとちょっと2倍面白いかもしれないです、はい、最近担当してるのちなみに自分なんで黒染めの手配をですね、倉庫にお願いしてるのは、だからリクエストあれば言ってくれれば、逆にやってなくて、うちワイパーさんこれの黒染めないけどこの黒染め欲しいなみたいなのがあればリクエストをください、コメントください、お待ちしてます、はいはい、じゃあ次行ってみましょう、はい、続いて3つ目、3型目ですね、3型目は何が出るでしょうか、いや本日の大鳥でございますアンカー、今回はそうか3品番でしたね、そうなんです、はい、ってことはですよ、はい、これは先ほど冒頭でも鈴木がお伝えしたように、はい、このタイミングで
あのカーゴパンツを黒に染めるかという、そうだ、先日あの M47 の販売たくさんのアクセスいただきありがとうございます。ありがとうございました。衝撃のスピードで、はい、完売が続々と出て、はい、あっという間になくなってますね、はい。まあ、すごい。そんなこう誰もが喉から手が出るほど欲しいようなパンツを、まあ、今回黒染めをしちゃいました。そうなんです、はい、しかももうコンディションとしてはほぼ A のコンディションのものをね。そうなんですよ。ファーストクラスに近いもの、ファーストだったものをちょっと厳しめに見て弾いたものを染めたってやつなんで、そうです、かなり状態ジャージャンですねこれ、はい、まあ、ちょっと洗いっぱなしでちょっとポケットひっくり返ってますけど出ました、はい、M47 カーゴの黒染め、リプロとかじゃないですからねこれ。そう、オリジナルを、実物を黒に染めましたよこれ。新品未使用品です。すごい、はい、これあ日本全国探してもそうそうないじゃない、はい、ワイパーだけじゃない今。そうですね、まあ、しかもこれですね、ちょうど検品をしたのがいわゆるライトウェイトって呼ばれるような薄手の平織りのタイプでした、はいはい、で今回、5、6本でしたかねを、染めに出したんですけど、全てそれは、平織りの素材になっています、うん、まあ、これに関してはちょっと数量が少ないので、まあ、店舗限定かもしくは問い合わせいただけたら、販売の方を試食しようかなと思っています。大丈夫それ問い合わせいただいたらで、ね、またパッとしちゃうちょっとそこはそうね、まあどういう風な形で販売するかまたおいおいアナウンスをしたいと思います、はい、はい、ということでちょっと検品をしたいところなんですが、はい、ちょっと今すいません、嫌なものが、そう、偶然見つけちゃったんですけど見えちゃいましたね、はい、これですね、はい、だけどこういったこともあるんですよこれ、だからそうここを包み隠さずもうお伝えしよう、はい、そうですね、もうちょっとこれは本当フェアにちょっと行きたいので、はい、ボタンがちょっと残念ながらちょっと割れちゃってますね、はい、まあ、ちょっとお見せします、はい、もうさっきお伝えしたようにやっぱ、はい、大きなカバンの中でぐるん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 回るからちょっと、はい、ちょっとこれですね、そう割れちゃってるんですよ、ね、ちょっとすごい貴重なアイテムをこんなことしてけしからんと思うかもしれないんですけど残念、はい、まあ、これも含めてですね、ちょっと黒染めっていうのは、まあ、そういう製品染めはですね、リスクがあることですので、まあ、こういったものもですね、ちょっと理解いただける方はぜひ、お待ちしていますので、まあ、分ければね、これもまたちゃんと、じゃあちょっとですね、もうだってたった何本かでしょこれ、もうそうです、あっという間じゃん、はい、まあ、検品をしていきたいと思います、はい、あ、大丈夫そうかな、ちょっとさっきの1点だけかもですね今回。そうですね、ボタン割れてたのはだからあれだけちょっと特別価格というか、まあ、ちゃんと分けて金額を出した方がいいですね、はい、ちょっと、まあ、イレギュラー品ということで、まあ、こうやって見ると履けるぐらいなんか ちょっといけそうなサイズに見えるって、うん、気のせいかさすがに中村は無理かまあでも結構ですね今回の入荷でも45サイズがほとんどだったんで、まあ、こういった感じでですね洗いをかけて履きやすくして、サイズとかをですね少しだけ縮めることとかもできると思うので、まあ、そういった感じでですねこちらも、トライしていただけたらと思います。7本、あ、そう今回7本でしたね、7本ですよこれ、はい、まあ、1本ちょっと B 品になっちゃったんで6本ですね、まあ、B って言ってももう裾のボタンが欠けてるぐらいなんで、まあ、ほぼほぼロールアップして履く方にとってみれば全然問題ないでしょう、はい、うん、まあ、こんな感じで、ですね、黒染めを、このように、上がってきたらですね検品をして、販売の方をしています。そうなんですよ、はい、で、ですね、こういう黒染めの、まあ、これはもうある程度まとまった数今回ですね、まあ、結構何十本と染めましたけど、これに合わせて同時に、現在企画中のサンプルっていうのも、染めに出しています。はい、はい、なんで最後にちょっとそれを1本ご紹介したいと思います。はい、こちらじゃじゃん、斜めポケットでもうピンとくる方も多いでしょう、イギリス軍のロイヤルネイビースラントカーゴパンツですね、はい、まあ、こちら、ですね、もう夏ぐらいになりますかね、こちらの方でですね動画の方、一度まとめてはいるんですけど、まあ、その際もですねとにかく、まあ、人気の、まあ、今年の夏一番売れたミリタリーパンツじゃないかなといった印象です、うん、いやもう2020年トータルしてもトップクラスじゃない、まあ、そうですね、まあ、去年がフランス軍フィーバーということで懐かしいね、そう今年は結構イギリス軍のパンツがかなり頑張った印象ですね、ちょうど1年前ぐらいにですね
今年売れたユーロミリタリー第1位 M52 フランス M52 でしたって言ってたけど ね、今年振り返るとこれがベスト3には入ってくるでしょう。もうおそらく入るでしょうね、まあ、動いた数でいうと多分1位はこれじゃないかな、うん、47とかやっぱちょっと数にも限りあったし、そうだって、まあ、うち、まあ、あれだけの数入荷しましたから、ね、すごいすみません、まあ、入荷どうか山のように、はい、で同じような、まあ、あれもだいぶ数が減ってきちゃったんですけど、うん、まあ、そのな中で、まあ、今回ですねこれをちょっと黒染めをしてみました。はい、ただ、これがですね、あの以前ご紹介した動画でも、お伝えしていたかと思うんですけど、いわゆるあの難燃繊維の FR 素材になっていて、まあ、今月でいうとですねコットンとポリエステルが混合されている生地になります、はいはい、ということで、まあ、基本ポリエステルっていうのは染めるのがとにかく、難しいというか、あの高温で染める必要があるんですけど、そうですね、でさらにその生地に縮みが起きてしまったりとかして、まあ、なかなかですねポリエステルっていうのは染まりにくいっていうのが素材の代表なんですよね、はい、そう、分かってはいたけどもどうしても諦めきれずに試行錯誤したね。そうですね、多分今年一番染めで試行錯誤したのはこのスラントカーゴじゃない。そうですね、もう何回トータルサンプル出したかなって思うぐらい、はいはい、サンプル代金の方が相当高いんじゃないかなっていうぐらいの金額になっちゃってますね。何回も何回も試行錯誤して、で出来上がった最終サンプルがこちらになります。そうなんですよ、これちょっともうこの動画で分からないのが残念なんでしょうけど、綺麗な黒になったんですよ、ようやく。そう、もちろんね、あの元々のブルーっていうのもすごいいいカラーなんですけど、まあ、さらにこの形でブラックっていうのは結構待っていた方が多いんじゃないでしょうか。そう、いや多くのリクエストもあったしね、実際この黒染めが欲しいっていうのもあったから、もう本当はあと体感としては1ヶ月2ヶ月早くお届けできる予定だったんですよね、ファーストサンプルを出したタイミングで言うと。だいぶ遅れちゃいました。ただやっぱこう案の定懸念してたポリ、まあ、混合なんで綺麗に染まなかったんですよね、はい、まあ、これそうそうなんですよ。でこれ実はあの初期型 の前期型ですね、前期型のパンツもあって、そっちもいろいろ染めたりとかもしてみたんですけど、うん、同じこうコットンポリエステルでもですね全然染まり方が違ったりしてて、うん、そう一緒に染めたら片方は染まるのに、うん、こっちはなんで染まらないんだみたいな、そうどうしてもなんかちょっとこうネイビーが下にまだ見えてきてしまうっていうのが強かったので、そう、まあ、ちなみにちょっと比較で納得いく出来のものがなかなか出来上がらなかったんですよ、はい、そう、これがファーストのサンプルなんですけど、これじゃ分かんないんじゃない、多分目視したら分かるんですけどね、こっちはやっぱあのちょっとユズのネイビーが濃厚になったみたいな、簡単に言うと濃いネイビーになったんですよ、ダークネイビー、そう、ただ黒染めでこれは黒ですとは言えないなっていう正直、はい、出来だったんで、もうやり方をねいろいろ2億染めもしたしね、もう何回もその配合とかを見直したりとかして配合も変えたしね、でやっとそれで行き着いたのがこちらです。そうなんですよ、だからもう、はい、なんだろう、いい勉強になりましたね、そうですね、ちょっと今度から染めることに関しては、はい、あのコットンだけじゃないやつ、混合素材ですね、はい、ポリコットンは、はい、うんと、いろんな方のご協力もあって試行錯誤した結果ようやく、はい、納得のいく一本が仕上がりました、はい、でまあ、この動画が上がっている頃にはですね絶賛量産染め中ですので、そうです、はい、まあ、あの到着、まあ、販売ができるのがもうしばらく先にはなるかもしれないですけど、この動画から、まあ、2週間3週間ぐらいじゃないですか、なんで、まあ、なるべく今年中には販売できる、まあ、それは間違いないです、はい、年内は、うん、頑張りますのでお待ちください、お楽しみに、はい、自信作です、はい、ということでじゃあエンディングいきましょうか、はい、はい、ということで本日は黒染め特集ということですね、はい、はい、まあ、こんな感じでですね結構何気にやっぱこうただ染めるだけといってもですねすごいこう奥深い染めなんですけど、まあ、これもですね実際にやっぱり工場とかに行って見学もしてみたいなと思ってるんですけど、ね、いつやりたい、そうですね、まあ、ちょっとなかなか今のこういう状況だとですね遠出が できないので、まあ、ちょっとだけど染め職人への道第2歩ぐらいまでまあ素人なりにちょっといろいろ染めの3ヶ月間ぐらいだってかかってるもん、これここにたどり着くのに、そうですね、皆さん再入荷チェックする時の覚えてますあの方法と、まあ、まだないものに関してはリクエストいただければ検討させていただきますので、はい、どしどしリクエストください、はいはいはい、よろしくお願いします、はい、ということで、今回の動画がですねもしよかったなって思う方はぜひグッドボタンよろしくお願いします、いいっす、はい、そしてその他 SNS たくさんやってます、チェックしてください、はい、で、チャンネル登録の方もですねよろしくお願いします、はい、はい、それでは皆様また会える日までさよなら。